仙台いろはが手掛けるフリーペーパーいろはマガジン8月号が現在配布中です。昨今のレトロブームで注目の集まっているクリームソーダですが、仙台市内には何やら透明なメロンクリームソーダがあるそうです。訪れたのはクリスロード商店街。地産地消市場仙台いろはの向かいのビルの2階にあるのがカフェミスティ。1985年のオープンから長く仙台っ子に愛されてきた小さな食堂です。最近レトロブームで注目のクリームソーダですが、ここミスティでは流行に先駆けて登場していたんだそう。中でも人気なのが透明なメロンクリームソーダなんだとか。お待たせいたしました。おー、ありがとうございます。透明ですね。普通メロンクリームソーダって緑色のイメージだと思うんですけど、見た目にとらわれず味わってみてください。お、メロンだ。すごい、メロン、ちゃんとメロンの味しますね。はい。なんでこんなメロンの味するんですか？企業秘密です。普通のメロンクリームソーダよりも透明でメロンの味がするっていうのはやっぱ面白いかなと。だそうです。そして上に乗ったアイスにも秘密が。バニラ味かなと思ったんですけど、ちょっと違いますね。マスカルポーネアイスですね。マスカルポーネチーズですか？そうです。意外な組み合わせですね。合いますね。実は最初に登場したクリームソーダも色の印象とは異なる意外な味わいが人気なんです。ご主人の遊び心の詰まった楽しくて涼しいクリームソーダ、この夏試してみては。いろはマガジン8月号はこの他にも注目のトレンドドリンクやひんやりグルメを特集しています。設置場所は番組ホームページからチェックしてみてください。